マサイトーズロック TV。 さあ今日はですね、ドゥームの藤田さんとパズさん2人をお迎えしていろいろとお話をお伺いしてみようと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。藤田さん、ドゥームって結成何年？定かに覚えてないです。いや、いいんですけど、定かに覚えてない84年ですね、おそらく84年、はい、あ、結構じゃあもう随分早いんですけど、もともとあれなの、なんかよく僕はちょっと詳しく知らないけど、あのドゥームって神楽坂エクスプロージョンってあったじゃない、はい、あの辺で働いてたりなんかスタッフだった人たちとかなんか関係者が結成するようになるの話。そうですね、自分がいわゆるそのエクスプロージョンで PA やってて、でベースの諸田浩が、はい、受付兼あのライティングをやってて。なるほどね、はいはい、いや、テレビご覧の皆さん、神楽坂エクスプロージョンって何だか分かんないかもしれませんけど、伝説的なライブハウスがありまして、キャパってどのくらいだったんですか、エクスプロージョン。200も入ればパンパン。200人、はい、まあ、今で言ったらちょっと小さいですね。でも、その神楽坂エクスプロージョンっていうのは日本のヘビーメタルバンドにとっては非常に伝説的なところで、そこを通過して、まあ、デビューしたりというようなバンドが多かったんですけど、初期の頃はどんなバンド出てたんですか。まあ、伊藤さんよくご存知の、はい、アンセムさん、アンセムね、はいはい、サブラベレルズ、はい、あとは、まあ、ヘビーメタルフォースっていう、まあ、そのヘビーメタルを、はいはいはい、主体としたアルバム、オムニバスアルバム作ったね。あれは今思い出したわ、なんかさ、あれエクスプロージョンも作ったの、木箱みたいなさ。あ、そうです、そうです、うん、あれがファーストです。あ、ファーストなの、はい、あれ、はい、持ってると高いですかね、あれ。そうですね、おそらくね、そうだ、まあ、そういった中で、藤田さんなんかはその日本のバンド見るうちに、これはちょっと俺らもやった方がいいんじゃないかと、どういう企画になったんですか。というから、自分自身がもう高校入るやいないや、ライブハウスでやってたりとか、はい、あ、そうそう、もともとフッサの方だったんですよ。あ、で、米軍基地の中とか、あとは、まあ、皆さん、ね、知ってるかどうかわかんないですけど、うん、チキンシャックとか、はいはいはい、あの辺りでライブを繰り広げてたというか。もうその前からね。そうです。あ、そうですか、はい、じゃあフッサーでそのやってた頃からもうドゥーム的な、そのドゥームとなるあの独特なサウンドの遺伝子みたいなのもそこにあったんですか。まあ、あったかどうかっていうのはわかんないですけど、はいはい、まあ、テイスト的には少しはあった。はい、あら、まあ、だけど、まあ、ドゥームよくねご存知かもしれませんけど、ちょっと一筋縄ではいかない、ちょっとひねくれたっていうか、まあ、僕ちょっと変態的ってよく言うんですけども、ちょっと普通の日本のバンドがやってきたものと違うじゃないですか。あれはどこから生まれたものなんですか。なんでしょうね、個人的にはその当時そのカルメン・マキ、オズとか、あとフラワーが大好きだったんですよ、うん、フラワーとライブ、はいはいはい、で、いわゆるそのワールドワイドな動きなさってたじゃないですか。で、まあ、高校生になった時点でいろんなミュージシャンの方々がそばにいたりとか、キングコングパラダイスとか、はいはい、南條さんとかいらっしゃったりとか、はいはい、まあ、その系もあって、なんかちょっとオリジナリティのあるバンドを突き詰めたいなっていう志は、まあ、当時から持ってた。そうなんですか。まあ、ちょっと今フラワートラベリングバンドの話出たので、この間アウトレイジの30周年記念イベント、はい、スカ告白祭がチッタでありまして、はい、石間秀樹さんがね、はい、登場しましたけど、どうですか、はい、石間さん。いや、感無量です。すごいよね存在感が、なんかね、別格の空間になってたな、あそこだけね、うん、存在感が。あれ1曲で持ってたね。いや、持ってたのかね。そう思うでしょ。もうあれはすごい。いや、なんかね、登場した段階から空気変わってね、うん、なんか30年のお祭り、ちょっと石間さん、まあ、ゲストだったんですけど、ゲストがみんな持ってくっていうとんでもない展開になってた。こちらにいらっしゃるのが、まあ、パズさん、まあ、ドゥームのドラマーなんですけども、一番パズさんの活動で、まあ、一番ってのはそのドゥーム入る前の活動で有名なのはガスタンクですけどね、多分ね。いつ頃からプロというかになってたの。ガスタンク一番最初はプロ。そうですね。あ、そうです。何年ですか、ガスタンク。82、3年ぐらい。いや、いや、ちょっとじゃあ若干ドゥームの先輩じゃないですか、はい、ガスタンクの方が。いや、同じぐらいだよ。おそらく同じ時期84ぐらいですか。そうですね。その不思議とね、絡んでないのよ、うん、ドゥームとガスタンク。うそ、うん、そうですね。一回もやったことない。対バンやったことない。はい。だって、まあ、タイプとしてはさ、ちょっと若干音楽のスタイル違うけども、共になんかその変態だよね、うん、そう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 伝統的なというかさ、日本のそのメタルバンドとは若干その
あの変化球っていうかさ、共に個性のあるバンドだったじゃない。例えばさ、僕はねやっぱりその後で聞くことは思ってたんだけど、やっぱりドゥームってちょっとやっぱりそのクリムゾン的なちょっと迷路にこうファンを引っ張っていくようなところもあるし、当時メタルだとさ、カナダのボイボードとかね、ああいうちょっとさ複雑なものとかね、あとすごく海外のなんかその今までとちょっと違うバンドから随分エキスがある。でガスタンクってパンクとかさ、そういうエクストリームな音楽からの影響なかったですか。いや、かなりかなり、まあダムドダムドなのあれとか、うん、そっち方面でしょ。そっち方面どうじゃあれダムドとかそういうのはやっぱパンクの影響あったパンクに。あコアやっぱりじゃああれかね、当時ってさ日本のバンドって結構その神楽坂エクスプロージョンじゃございませんけど、バンド4つ5つ集まってよくさミニフェスみたいなやってたじゃない、うん、それでもあったことない、うん、ないね。ないんですね。もうそうっすか。いわゆるでもお互いちょっとずつ気にしてたと思うんですよ。あ、なるほど。シングルが出ればそれ買いに行ったりとか。あ、なるほどね、うん、それはあったんですよ、ね、あ、そうっすか、でも同じ場所で演奏するっていう機会だけはなかったです。なるほどね、うん、まあ過去に聞かれたことあるかどうか知らないけどさ、ガスタンクのドラマーとしてはドゥームどう見てたの当時。いや難しいことやってんなとか。やっぱりね難しいこと、うん、ほらほらドラマーじゃない。ドラマーだとさやっぱりそのリズムのいろいろあのさあるだろうか。ドゥームのリズム体ってどう思うんですか。いやなんかこう自分とは違う性格の人なんだなっていうのは。ああ、メンバーがね、うん、自分にない感じのサウンドじゃないかなと思ってたんで、うん、俺かな。やっぱりガスタンクはもうちょっとそのまっすぐこうエネルギーをグーッと出すのに対して、うん、ドゥームはこういろいろこうこういう感じでね、ほんとまさにそうなんだけど、ドゥームとしてはガスタンクどう見てたの当時。やっぱりあのボーカルのバッキーなんかも、うん、エクスキュートっていう、はい、パンクバンド出身なんで、はい、まあ、パンク的な要素の中にその立つっていうメタルギター系のギタリストが入って、うん、多少若干こっち寄りに来て、うん、でまあパンク連追との絡みっていうのライブっていうよりは、あの当時あのフロム関西とか、はい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 、ありましたね、あれ系列の中でやってたじゃないですか、うん、ガスタンク自体が、はい、だからまあその趣向狙ってるところは自分らとすごい似通ってるのかなっていうこともあって、そのアルバム買ったりシングル買ったり、なるほど、ああこういうことやってんだみたいな、うん、あったしね。そうなんですよ、うん、あれ今ちらっと出たけども、当時その、まあ、神楽坂エクスプロージョンに出てるバンドは本当に関東圏のそのバンドがあの多かったわけだけど、一方高崎さんとか関西から、まあ、アシェカもそうですけどガンガン打ち上がってくるじゃない、うん、そうですね、そういうのってさ意識しないの、関西から随分出てくるなみたいな。いや、やっぱりその演奏面の技術的にもすごくレベル高かったし、うん、そうだよね、機材面に至ってもものすごく機材をなんかその丁寧というか大事っていうか、うん、まあ、機材自体を知って演奏するっていう、うん、なるほど。まあ、関東のバンド、まあ、そういう方々もいたんでしょうけど、そこまでに行き着かない、ああ、行き着かないになったりとか。あ、なるね。あのどうですか、パズはその関西関東、まあ、メタルバンドいっぱいボンボン上がってきたんだけど、うんうんうん、その当時のことなんか。いや、マリノのレイブンさんとすごい家が近くて。あ、レイブンって近いの大谷レイブン。あ、ほんと。毎週毎週飲み行ってて。あ、ほんと。ロジャーは来るわ、ナンは来るわ、いやいや、うん、毎週キムチ鍋っすわ。なんだか知らないけどよくわかんないんだけど、なるほどね。そっから関西の人たちともすごいみんな仲良くなって、本当、あ、アロトルスネーク、あ、なんとかなんとか、なるほどね。大谷レイブンってさ昔からギターうまかったよね。あいつはなんか哲学者みたいな風貌だけどさ、なんかあど俺もさもちろん大谷レイブンよく知ってるけどさ、あれ昔からめちゃくちゃうまかったでしょ、うん、ね、レコードいっぱいあって、うん、これ聴けあれ聴け、あ、研究家でもあるんだね、うん、いろいろね。なんかウィリヒローと聞かされた。いやいや、だってもろウィリヒローの世界じゃないの彼の立ち住まいで。いや、もう彼んちで一生分聞いたから。あ、そうなのか。もう最近、はい、なるほど。で、陽介んち行ってもまたすげえ、すげえ、ね、やっぱギタリスト好きなんだな。そりゃそうだよ。エレクトリックさんとかはやっぱウリジョンロートね、うんうん、あ、ウリジョンロートエレクトリックさんって太鼓すごいじゃん、スクラム。いや、そうで、わーって言って、あーって言ってね、うん、結構勉強になりましたよ、ね、そうで、はい、さて今日はあのドゥームの2人をお迎えして、ね、僕はねあのすごくあの興味深いのは、ドゥームがねここ何年かその若い世代のロックファンを含むそういうファン層に再評価されてるドゥーム沖だと思うのよ、う
あ、例えばまあ過去の作品をね、デジタルリマスカーで版で出したりとかしてるけれども、僕のその番組にもそのドゥーム初めて聞いたけどこんなバンドがかつて日本にいたのか驚きだとかっていうのがね、10代20代のメタルファンから上がってくるのね。藤田さんはこのドゥームの再評価の動きについては個人的にはどう思ってます？いや、ありがたい限りだし、うん、自分が若い頃やっぱその年上の先輩方、はい、まあ現役としてやっていってほしかったたんだけど、まあ残念ながら解散したりとか、はいはいはい、影に隠れちゃったりとか、うん、そういう部分がちょっと悲しいなと思う時期もあったんで、うんうん、そうではなくてやっぱ自分がまあ年を言いながらも年下のその若い連中にアピールしていくっていうことがこれからの仕事だっていう部分をかなり自意識、自分の中で意識持ってて、うん、それをリアルに伝えていけたらなっていうのは常に思ってて、うんうん、もう今度9月20日にはヒストリー映像も出ますからね、うん、今度は映像の世界で、まあ、若いファンにアピール、していただこうと思うんですけども、うん、昔のファンも当然来てると思うんですけど、うん、ここのところライブ若いファン多いでしょ？そうですね、徐々に増えてきていただいて、まあ、伊藤さんのおかげもある。いやいや、俺は別にあるけどさやっぱりその若い世代のファンはこういうタイプの日本のバンド通過してないからね、うんうんうん、もうちょっと分かりやすいタイプのバンドが多いわけなんでね、うんうんうん、どうですか実際にその最近、まあ、またドゥーム再び活動始めてさ、うん、ファンのこととか自分のこととかどうですか？やっぱり客層が違うんで、あ、そう、昔とはね、昔とはね、うん、昔はもうちょっと仲間内じゃないけど、まあね、なんかこう、あとこういう人がね、こういう、そうそうそう、うん、俺は出てこいやみたいな、そういう ね、男気のね、うん、あるねファンね、なんか今の人なんかみんな正座してこう、うん、そうそうそう、こう音楽の楽しみ方も変わってるのかもしれないけどね、そう思いますね、うん、まあでも9月の20日に今度はヒストリー映像も出るそうで、多くの友人やジャーナリストたちのコメントも入ってるそうなんでね、ちょっと中身ちょっと説明していただくと、どんな中身になってるんですかね？まあヒストリーっていうだけでは、まあ、その結成当時からの裏話とか、うん、当時を知っている仲間のバンド、まあ、カスバナイ、ジュラシックゼル、まあ、もちろんアウトレイジも、はいはい、で、まあ、年代を追ってその自分がサポートしてきたバンドの方々のメッセージやコメントいただいたりとか、まあ、当時を知っているね、ジャーナリスト、はいはい、まあ、増田さんなり、はいはい、迫田さんなりっていう部分で絡んでもらったりとか、うん、まあ、まあ、今最終、うん、構想っていうか、なるほど、ね、仕上げにかかってるところなんですけど、まあ結構重みのある、なるほど、ね、面白い DVD にはなってると思いますけど、はい、まあちょっとファンの皆さんは、まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、ドゥームってニューヨークの CBGB にね出たことがあって、はいはい、CBGB も伝説的なロッククラブですけども、うん、今もうなくなってちょっとそこは服屋になってるんですけども、 CBGB 出ることになったきっかけってどういうんですか？当時やっぱ CBGB かイギリス、ロンドンのマーキーか、そうですよね、でもどっちかって言ったらやっぱ東海岸だろうっていうような、うん、はい、まあレコード会社の意向もあったりとかで、はい、まあ自分もすごくやりたかった場所だし、まあとりあえずニューヨークに行ってみようっていうことで、で、まあ当時ニューヨークにそのプラズマティクスの船原さんというベーシスト、はいはい、日本人、はいはい、ダメー、彼がコーディネートしてくれるっていう話になって、あ、まあ、いろいろ協力してもらって、まあ、CBGB のライブにつながったりとか、うん、マンハッタンでのショートサーキットにつながったりとかって、うん、あ、そうなんですか、はい、その映像も入るの？はい、その映像も今回の？あ、はい、もちろんです。おー、すげー、それはやっぱり歴史的意義のあるさコンサートやったっていう証明だからね、うん、ちょっとそれも楽しみですね、うん、はい、さあ実は9月ですが、このケイオスアソルトボリューム1ってイベントが開かれまして、そこにドゥームも登場するんですけども、実際このまあ、ドイツからマンターというバンドをまあ呼ぶんですけど、マンターこの間 CD、はい、お聞きになったってことですけど、はい、一言どんな感じですか？マンターは重い、重い、2人ですけどね、メンバーは2人だけどね、 2人だけどね、うん、なんか不思議な重さあるね、不思議な重さあるね、うん、ちょっと夜中にちょっと駆け出して、
夜中にはちょっときついかなっていう何を言ってんですか。いやいや夜中はマンタか御殿のラーメンいやいや夜中はプログレプログレでしょ。プログレだろ。プログレプログレ何言ってんあの藤さんどうですかマンタ聞いて。いや日本でもあの僕らゼニゲバという二人に、はいはいうん、に共通するその重さとかラウド系な音楽を目指している、まあ、プラスデジな感じもするし、なんていうの破天荒的な音楽にも思えるし、うんまあ、ある意味プログレ的な要素も持っているので、はいまあ、自分らと近いところにはいるのかなっていうのは、まあ、偉そうなんて言いますけど、うん、もう先輩だから当然ね偉そうでいいんですけども、うん、他にねちょっと共演するっていうか出演するアーティストでなんかちょっとご存知のバンドあります？知ってるバンドいる？ボリスは去年一緒にやった。あ、ボリスね、うん。ボリスも世界規模のバンドですけど、ね、ボリスどうですか？で、ボリスに関してはもうやっぱね、大音量で、そうだね。壁のように襲ってくるようなバンドなんで、残念ながら他のバンドとまだ共演してないんですけど、ええ、音的な認識も自分の中では前もって入れること入れるっていうようなこともいつもしないんで。うん、なるほど。まあ、あのサイっていうのは、まあ、川島君がやってるちょっとブラックメタルっぽい、はい、ただあのもともとピアノ弾きだったんで鍵盤の音が前に出てくるちょっと変わったバンドですけどね、まあ、チャーチオブミザリーはリドリアの、まあ、レベルからデビューしてるんで非常にドゥーム的なバンドだったりするんで本当にあの楽しみですけど、はい、それはドゥームのファンに関ドゥームのファンへ向けての一言をじゃあ藤田さんからちょっとまあおいとし並みに暴力的な音楽やってきますので、よろしくお願いします。これからも温かい目でよろしくお願いします言ってること違う何言ってんのあもうちょっと、まあ、もう一個もう一個いいですか藤田さんね一つだけ御殿のラーメンについてどう思うか一言お願いしたいんですけど御殿のラーメン夜はヘビー夕方ライト何ですかあれスープ一貫して同じだろうでもちゃんぽんは違うからあちゃんぽんは違うちゃんぽんスープと御殿の、あの博多っていうかねあれは違うと思ってねそうですかちょっと見せてよこの T シャツこれねこれあの御殿でマーチャンで売ってる T シャツですから豚飛んでますけどねピンクフロイドにロイヤリティ払ってません